はい、わっさー。琵琶湖バス釣りガイド、ニックネームなすびです。よろしくお願いします。2月の18日の日曜日もなすびガイドやっていきました。高校3年生の A 君、そして小学5年生の H 君に遊びに来ていただきました。A 君が2回目のなすびガイドということで、リピートありがとうございます。で、H 君は初めましてということで、まあ、2月に小学生の方が遊びに来てくださるのは結構ね久しぶりなんですけど、まず今日はね天気が良くて、大会とかもやってて、まあ盛り上がったりもしてたんですけど、まあ南湖は相変わらず人が多いような状況で、で朝一まあ南湖南エリアの、まあ人が少ないエリア、南湖の北エリアがね結構人が多いので、まあプレッシャーもたくさんかかっておりますし、人の少ない南エリアをカバースキャットをメインでやっていきました。で、まあお二方に、まあ、キャストレクチャーしたりとかアクションレクチャーとかしたりとか、していて、まあ、時が経つんですけど、ちょっと僕がふとしたタイミングで確認のキャストというか、ちょっと様子見キャストをしたところ、それでちょっと釣れちゃって、まあゲスビーというか、それがね57センチぐらいあって、結構ねでかいバスが食ってきて、で今日の A 君とね、H 君は、A 君はね自己記録52センチで、で H 君は自己記録、まあ、30センチぐらいかなだったので、まあ、57センチのバスを見て大興奮して、集中してカバースケットを、やってくれたんですけど、まあ、ちょっと午前中が不発で、で1回昼ご飯食べに行って、で午後からちょっと、まあ、展開を変えようということで、スイムジグをやりに行きました。まあ、最近何個ではスイムジグとカバースケット、この2本立てが、まあ、メインではあるんですけど、スイムジグを昼からやりに行きまして、でやっぱスイムジグエリアっていうのはね基本的に結構人が多いんですけど、まあその人の、いるところなんですけど、ちょっとかいくぐりながら、まあ、邪魔にならないような感じで流していき、まあ2分の1オンス、8分の5オンス、そういうスイムジグをねひたすら巻いていくんですけど、まあなかなかちょっとやってくれじゃ、まあ簡単に食わないくて甘くはないんで、で最後の最後夕方カバースケットやりに朝一の、南エリアのウィードエリア入ったんですけど、ダメでした。まあ、なんせ A 君と H 君は一日やりきってくださってありがとうございました。はい、わっさー。琵琶湖バス釣りガイドをやっております、ニックネームなすびです。よろしく、ね、お願いします。まあ、久しぶりのなすび TV の更新になると思うんですけど、2月の、まあ、19、まあ、今週の話、まあ、今週ももう待つ日曜日なので待つなんですけど、今週の、まあ、19、20、21、22日月曜日から木曜日まで、船を整備しておりまして、まあ、カーペットも張り替えたりとかもやってたんですけど、まあ、カーペットの張り替えは、まあ、結構やってるんですけど、あと、まあ、8割9割ぐらいは完成したんですけど、また全て完成したらまあ、ナスビ TV にてちょっとアップしようかなと思ってるんですけど、まあ、カーペットの張り替えやら、まあ、いろいろとやっておりまして、木曜、この4日間月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、19、20、21、22日は、まあ、ボート整備デーとしておりました。で金曜日、土曜日、そして本日日曜日、湖上に、浮いてたんですけど、まあ、その、まあ、琵琶湖をがっつり3日間やってきたんで、そのお話をちょっとしていきたいなと思います。で、まあ、2月の後半ぐらいからやっぱり南湖が結構暑くなってきてるのが、まあ、例年通りで、今年もさらに、まあ、南湖が暑い展開となっているんですけど、まあ、なんで南湖が暑いかと言いますと、やっぱり水温が高いんですよね。すこぶる水温が高くて、もう水中は春が始まっているというような感じで、まあ、春って言っても、まあ、プリスポン、ミッドスポン、ポストスポン、アフタースポン、いろいろとスポーニングにも種類があるんですけど、まあ、バリバリのプリスポンといいますか、産卵前のバス、まあ、産卵してるやつももしかしたらいるのかもしれないって思うぐらい、まあ、水温は高いんですけど、まあ、大体10度ぐらいまではいかないんですけど、まあ、8度、9度は確実に、まあ、何個、どのフィールド、どのスポットでも水温がありますんで、本当にバリバリ春だなっていうような、もう冬ではもう全くないので、まあ、もちろん三寒四温、今から暖かくなったり寒くなったりとかもいろいろすると思うんですけど、まあ、なんせ暖かいですね。で、まあ、今日もそうなんですけど、雨がね、本当ひどいぐらい降ってる。で、今日も結構雨続きで、全然、ちょっとしか釣りしなかったぐらいなんですけど、今日は早上がりです。雨降ってるんで、普通に手がね、動かなくなっちゃったんで、早上がりしました。
で昨日とかもね、結構昨日どうだったかな、昨日も、まあ、風がちょっとは吹いてたのかな、昨日、まあ、一昨日と、まあ、雨降ったり風吹いたり、まあ、天気が良かったりとか、あ、昨日は天気が良かったのか、まあ、いろいろと三寒四温を体感しながら、釣りをしているわけなんですけど、まあ、水温が高くて、で今南湖でメインにしているのは8分の5オンスのスイムジグ、そしてカバースケット、まあ、この2つが大きくはメインなんですけど、あとは細かいフォローとしましてはネコリグだったりとか、ミドストじゃないミドストを入れたりとか、まあ、テキサスリグをやったりとか、まあ、はたまたディープクランク、そして、昨日とかもバイブレーションも入れたりしたんですけど、まあ、そういうちょっと、まあ、秋もそうなんですけど、春もね、毎日毎日コロコロ変わるんで、魚を結構追っていかなきゃいけないので、まあ、いろいろとルアーを使っております。まあ、そんな感じでこの3日間は楽しんでましたね。まあ、結局スイムジグとカバースケットがやっぱりまあ強かったりもするんですけど、それらで魚はまあバイトはあったりとか、まあ魚釣れたりとか、まあ釣れなかったり、まあそういう感じですね。そんな感じでございます。まあちょっとこの3連休、昨日だけが天気が良くて、京都、まあ一昨日は結構人が少なくて、で昨日だけ天気良かったので結構人が多いっていうような感じでした。例年よりかは魚の反応もいいので、ちょっと、まあ、個人的には面白い琵琶湖なんですけど、まあそんな感じで、まあ、2月の23日24日25日のお話でした。遊びに来ていただいたゲスト様ありがとうございました。またよろしくお願いします。金曜日は、田中さん、タネさん、そしてちゃんやまさんで、昨日は下さん、ゆかさんご夫婦で、本日は田島さん、静香さん、ほかぞんさんと、いつもお世話になっている方々に遊びに来ていただけました。ありがとうございます。常連の皆様も募集しておりますし、新規の方も喜んでお待ちしておりますので、なすびガイド3月遊びに来ていただけたらと思います。はい、わっさー、琵琶湖バス釣りガイドニックネームなすびです。よろしくお願いします。今日は2月の26日の月曜日ですね。本日のゲストさん、なすびガイドやっていたんですけど、本日のゲストさんは YouTube チャンネルを運営されております、バズリ運営者さん、バズリチャンネルでおなじみのバズリ運営者さん、そしてオチさんに遊びに来ていただきました。2回目ということでリピートありがとうございます。で今日結構風が強い予報でしたので、まあ、風が強くなくても南湖に行くんですけど、風が強いので南湖に、今日も行きました。でひたすら、まあ、ウィードを狙っていくんですけど、まあ、最近はずっとカバースキャット、こういうカバースキャットですね、で釣れていたんですけど、今日はこういうねミドストですね、ミドストも入れながらやっていきまして、で一発目が、オチさんに坂本シャット4インチの 1.8 グラムのこうジグヘッドのミドストで、一発魚を釣られて、でめちゃめちゃテンションが、ナスビガイドも士気が上がって、でそれからまたオチさんに坂本シャート今度5インチのねミドストでも食うんですけど、ちょっとねフッキングミスしてしまって、で昼ご飯を食べ、で午後からバズリ運営者さんが坂本シャット、まあ、このタックルをちょっと貸し出ししててやってたんですけど、坂本シャット4インチの 1.8 グラムのミドストにゲインエレメント、デプスのゲインエレメント、ライトシェイキングエレメント、65LR ですわ。この竿でリールはステラーに、糸はトーレの X レッドっていうラインの5ポンド、このセッティングをね使ってもらってて、最後なんとドラマフィッシュをされ、今日は全員連れてよかったねよかったね、めでたし終わりでした。ミドストやっぱりね強いなと思いました。まあ、僕のイメージではスイムジグの介護感、まあ、パワーランクが弱い横方向の釣りとしてイメージとして使ってるんですけど、まあ、やっぱり今日も魚見ながらやってましたけど、
魚が結構動き出したタイミングで食ってるのが分かったので、何種か釣れるタイミングを個人的にも見つけれたので、結構収穫の大きな日だったんじゃないかなと思いました。まあこの様子はバズリーチャンネルにて後日アップされると思うので、皆さん見ていただければと思います。まあ今日は本当にミドストでなんとか釣れてよかったかなというふうには思いました。で今日はね、晴れ予報だったんですけど、まあ、朝からずっと曇ってて、で今もそうなんですけど、まあ、雨がね終始降り続けるような天気でした。まあ、もちろん止んだりもしたんですけど、晴れ間もあったりもしたんですけど、気温結構雨が降ってたりとかして、まあ、風ももちろんね今日強かったんですけど、まあ、なんせ寒いですよね。雨やめてほしいですよね。ちょっと前まで日中に雨が降るってことは、最近本当にこの1年間を見ててもこの 2、3年、まあ、2年ぐらい結構ね珍しい、あんまり降らない印象だったんですけど、本当にここ最近この 1週間2週間ぐらいはずっと雨が降り続いてて、まあ、どん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 水位が上がってきて嬉しいんですけど、まあ、なんせね釣りしてる分にはね結構ね雨はねちょっとやっぱどうしても寒くなっちゃうので、この時期の雨はやめていただきたい、琵琶湖様、日本の天気様って感じなんですけど、まあ、寒かったです。なので本当に本当に暖かい格好をして、挑んでほしいなと思います。やっぱ寒さがね一番のストレスだと思いますので、そこを解除すれば今の何個結構釣れておりますし、普通に面白い琵琶湖となっておりますので、まあ、寒さ対策しっかりして、で落とし穴が雨予報じゃなくても雨が降ったりもしますので、まあ、そのレインウェアを着たりとか長靴を履けってわけじゃないんですけど、まあまあ、僕もこういう、まあ、これに上にさらにこうウェア着てるんですけど、まあ、ある程度やっぱりね、まあ、防水対策はある程度されているウェアを、まあ、皆さんも着用されていると思いますので、まあ、そういうのでいいんですけど、なんせ中身だけあったかい格好をしていただけたらなというふうには思います。今日はオチさんは全然寒さに大丈夫だったんですけど、体中カイロ張りまくってたりとかしてたので、まあ、それぐらいでいいんじゃないかなというふうには思いますので、参考にしてください。ということでバズリー運営者さん、オチさん、一日ありがとうございました。はい、わっさー、ナスビガイドです。2月の27日の火曜日もナスビガイドやっていきましたので、お話ししていきたいと思います。本日はね顔出し NG A さん B さん C さんに遊びに来ていただきました。まあ、いつかの居酒屋で出会い、そこからナスビガイドに遊びに来ていただくという人と人との出会いに感謝の毎日でございます。ありがとうございます。今日もですね、爆風予報だったんですけど、まあ、安全第一で、努めてやっていきまして、で風はまあ結果的にまあ強かったんですけど、まあ、全然安全第一では釣りができまして、ただねほんまにね、ここ最近毎日の、天敵強敵といいますか雨なんですよ。雨がねめちゃくちゃ降るんですよね。めちゃくちゃ降るってわけでもないんですけど降るんですよ雨が。それが寒くて寒くて、なのでそこだけですよね、本当大変なのは。で釣り方なんですけど、昨日はミドスト系がすごい反応が良かったんですけど、今日は魚の釣り方が全然違うかったので、カバースキャットを使ってそのウィードに対して結構タイトに攻めていきまして、B さんに2年ぶりのバスを、ね、釣っていただくことができました。でそれから、まあ、結構丁寧に投げる方向まで綺麗にやって、細かいところ細かい風に釣りをしていったんですけど、なかなか反応が得られなかったです。今日は8分の5オンスのスイムジグと 1.8 グラムのミドストとカバースキャット、この3つをメインでやっていきました。まあ、この3つは結構定番かなと思いますので、何個で釣りされる方は皆さんご参考にしてください。ということでちょっと今日は簡単に終わりたいと思います。 A さん B さん C さん、本当に遠いところから来ていただいてありがとうございました。わっさー、はい、ナスビガイドです。2月の28日の木曜日じゃなくて水曜日もナスビガイドだったんですけど、本日はデプス社員さんの中崎さん、そして臼井さんに遊びに来ていただきました。ありがとうございます。前回のフィッシングショーの時に お約束して遊びに来ていただいたというような段取りなんですけど、今日は久しぶりに天気が良くて、
昨日までずっと雨が降ってたんですけど、今日は雨一切降らずに風も弱くて釣りがしやすい、まさに釣り日和というような、天気になりました。で今日は朝から南湖の、南エリアのウィードエリアを狙うんですけど、今日もいろいろと探っていきまして、中崎さんがね今年初釣りかなで、最近デプス社で発売されたスレンダースキャット5インチの 3.5g のライトテキサスで、今日は釣られてよかったっていう感じでした。でそれからまあテキサスリグ、そして、坂又4インチだったりとか、チビアダ4インチを使った 1.8g のミドストを交互にローテーションしながらやっていくんですけど、魚が触れなくて、で昼、それから、まあ、スイムジグなんかも巻いたりもしたんですけど、ダメで、で、まあ、久しぶりにバイブレーションも、MS バイブをねひたすらシャローでちょっと暖かくなったタイミングで刺してくるかなというような状況で巻いたんですけど、それでもダメで、で最後の最後もう一回テキサスミドスとマリをやったんですけど、今日はその1本で、ちょっと今日早上がりしたんですけど、まあその1本のみでした。ということで中崎さん、臼井さん、ありがとうございました。わっさー、琵琶湖ガイドニックネームなすびです。よろしくお願いします。2月の29日、2月もう最後ですね。早いもので2024年も2ヶ月が終わりました。あと10ヶ月しかありません。今年も全力で頑張っていきたいと思います。本日は A さんに遊びに来ていただきました。ちょっと雨がね今めちゃくちゃ降ってるんで、ちょっと声を張って喋りたいと思います。で今日は結構天気が良くて、まあ曇り予報、まあ今からまあ今現に雨降ってるんですけど、まあ大体15時ぐらいまでは快適に釣りができました。風も弱くて、でいつもやってるウィードエリアに、南湖南エリアに入りまして、まあ朝は水温、まあ8度ぐらいかな、ちょっといつも朝は水温低めなんですけど、と言っても2月にしては水温は高めだとは思うんですけど、そのエリアをやっていきまして、で魚が浮いてるときはミドスト、魚が沈んでるときはカバースキャットっていういつものパターンをやっていたんですけど、やっぱりちょっとどうしても違うことをやりたいなということで、最近、まあこういう 5g のテキサスリグですね、こういう 5g のテキサスリグを使ってます。魚が浮いてるときは変わらずミドストをやってるんですけど、こういう魚が沈んでるときは、まあ、テキサスリグ、まあ、これビーフリーシンカーを使ってるんですけど、ビフテキなんですけど、まあ、テキサスリグですね。まあ、今これついてるのは、デプスで発売されたばかりのスレンダースキャット、これを使ってます。これでもバイトありますに、これに、今日結果的に、まあ、僕が今日魚を釣ってしまったんですけど、今日はこのブルースレンダー、これです。ブルースレンダーを使って釣りました。デプスから出ているこういうワームがあるんですけど、まあブループラットのスレンダーバージョンですね。これちょっと前から発売してるんですけど、これ結構ね僕釣れるワームで好きで使ってるんですけど、でも今日はスレンダースキャットとブルースレンダーの使い分けで探っていきました。でフックは40使ってます。40でスレンダースキャット、そしてブルースレンダーぴったりですね。ちなみに僕はフィナ社の TNS の40、まあ結構スタンダードな形のフックなんですけど、これを使ってます。絶対クッションゴムは入れてくださいね。で竿なんですけど、サイドワインダーのアウトクロスっていう、これ長さ67ですね、67のアウトクロスを使ってます。リールはこれジリオンですね、ダイバー社のジリオンの9対1の超ハイギアのリールを使ってます。ラインは何ポンドかな、これ多分 X レッドの20ポンドですね。これでカバースケットとかもやってたので、引き続き20ポンドでやってるんですけど、まあテキサスリーグ単体で行くと16ポンドでいいんじゃないかなというふうに思います。まあこういうセッティングで最近っていうか、まあここ数日やってるんですけど、昨日も、デプス社員さんの中崎さんも、まあ、こういうようなセッティングで釣られました。昨日はスレンダースキャット、で今日はブルースレンダーでしたね。何か言おうとしたんですけど忘れました。あ、そうそう。でなんでテキサスリーグを使うかっていうと、まあ、フリーリーグじゃなくてなんでテキサスなのかっていうとこなんですけど、個人的な意見としましては、結構リングビアウォーレーっていうちょっとご飯ですよみたいな、結構煩わしい、まどっこしい
煩わしい。あのルアーにひっついてくるウィードが絡まるんですけど、まあ、テキサスリーグの方が抜けがいいかなっていうので、まあ、フリーリーグよりも、フリーリーグだったらね結構フリーになってしまって、そのワームとシンカーの間に結構ね挟まるんですよね。なのでテキサスリーグの方が結構ねすり抜けもなんか僕の中でそのリングビアウォールに対しては良くて、使いやすいなっていうところでテキサスリーグを使ってます。まあ近年テキサスリーグの出番が減ってきてる感じがするんですけど、まあ昔も今もテキサスリーグっていうのは釣れるんで、ちょっと懐かしくもあり楽しくもあるテキサスリーグを最近やってるので、ぜひ皆さんも使ってみてくださいというような感じで、まあ、カバースケートテキサスリーグミドスト、まあ、これらをウィードエリアでローテーションしていき、今日は僕が1本ちょっと KY で釣ってしまっただけだったんですけど、であとはまあシャローエリアでバイブレーションとかも巻いたんですけど、なかなか釣れず、まあ、そんな簡単に釣れる釣りではないんですけど、刺してきてたら結構あっという間に釣れるんですけど、まあ、刺してこなかったら全くもぬけの殻なので、まあまあ、もちろんちょこ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 毎日、ちょっとあったかいなっていうタイミングでやっていこうかなと思います。で、今ちょっと、まあ、雨がね結構本降りになってきておりまして、早めに今日は早上がりということになりました。 A さん一日ありがとうございました。また数日後も来てくださるのでありがとうございます。また数日後もよろしくお願いいたします。バッサー、琵琶湖バス釣りガイドニックネームなすびです。よろしくお願いします。3月の1日と2日も、湖上に浮いておりましたので、そちらの話を簡単にしていきたいなと思います。で昨日の3月の1日、なんですけど、久しぶりに、ナスビガイドではなくて久しぶりに、まあ、プライベートといいますか、まあ、がっつりガイドではなく1日釣りをやり込んだ日になりました。で、まあ、いろいろ自分の中で、制限をかけて、その中で釣りを楽しむっていうテーマで、やってたんですけど、まあ、いろんな発見もあり楽しかったです。まあ、釣り僕好きで、仕事にこうして、まあ、ゲストさんに恵まれて、なんとかこう生活させていただいておりますけど、やっぱり趣味でもありますので釣りは楽しいなって改めて思いましたっていう機能で、本日が、まあ、シンティさん、そして、北橋さんに遊びに、来ていただきました。でシンティさんはいつも来てくださる常連様 で北橋さんを紹介して、連れてきてくださりありがとうございます。で今日朝から、まあ、ウィードエリアを狙ってて、まあ、何個で久しぶりに、冷え込んでおりまして、朝がねめちゃくちゃ寒くて1度とかだったんですけど、まあ、雪もちらついている中、まあ、行く途中この向かいの車が全部この車に雪が乗ってるっていう状態で、北に行けば行くほど多分雪がやばかった、そんな、朝一だったんですけど、まあ、なかなか寒くて、で、まあ、いつも通り何個入りまして、で水温まあ8度ぐらいで安定はしてたので、まあ、冷え込んではいたんですけど、まあ、水温安定してて水中は春っぽいようなイメージがありました。で、まあ、いつものエリアでカバースキャットとか、テキサスリーグとか、まあ、そういうの入れるんですけど、まあ、なかなか食わなくて、で昼ご飯を食べて一旦リセットして、あ違う、午前中にそうシンティさんがカバースキャットでワンバイトあったんですけど、惜しくも取れずに、終わりまして、で昼から、そこでまた横方向の釣りスイムジグとミドストを入れていきながらやっていきまして、でそれでシンティさんに、ナイスな50アップをね8分の5オンスのスイムジグで釣ることができまして、でそれからあスイムジグ横方向の方が反応いいのかなと思い、スイムジグとミドストを連打で入れていくんですけど、シンティさんにまたまたバイトがあり、取り切れず今日はその3バイト1フィッシュで、終了となりました。で北橋さんはね結構ね釣りももちろん上手かったんですけど、お上手な方だったんですけど、なかなか取り切れず、まあ、春の、楽しさでもあり難しさでもありを今日は体感していただいたかなと思います。まあ、かなり、ね、寒い一日、風も強くて、ね、寒い一日 だったんですけど、まあ、三寒四温の寒なんですけど、水中は春っぽいような、感じが僕は個人的にしておりました。ということでシンティさん、北橋さん、一日ありがとうございました。ナスビガイドは3月今数日募集しておりますので、ぜひよろしくお願いします。ということで3月1日と2日のお話でした。皆様最後まで聞いていただきありがとうございました。